サガン鳥栖吉田豊選手です。それでは今日の試合振り返ってお願いします。前節、ホームで、先制したんですけど、そういう敗戦してしまって、それを、挽回、できたゲームかなと思います。その前節、悔しい思いからというところもあったと思いますが、一番どういったところを意識して試合に入られたんでしょうか。まず球際だとかハードワークするっていうサガン鳥栖らしいサッカーをやっぱ90分間やり続けるっていうのが僕らの、長所であり、真下監督の、サッカーでもあるので、そこをまずベースとして、やり続けた上で、アイディアだとか、その真下監督のやるべきことっていうのを、プラスアルファで持っていければ、必ず勝てると信じて、今日の試合に臨みました。そしてしっかりと勝ち点3を積み上げました。その部分についてやはり手応え感じてらっしゃる部分もあるんじゃないでしょうか。はい、前節の敗戦から1週間、特にチームの雰囲気も良くて、ピリピリした雰囲気でいいトレーニングもできましたし、それをまず、立ち上がりから、選手全員でそのやるべきことっていうのをしっかりとやり続けた結果が、しっかりと結果にも出たかなと思います。ハードワークする鳥栖の選手の中でも、やはりひときわ吉田選手 その走る姿っていうのが印象的なんですけれども、ご自身のそういったそのフリーラン走るという部分についてのこう武器として考えてらっしゃるのはどういったところでしょうか。まずは僕自身ディフェンスなので、しっかり守るっていうことをベースにありますけど、攻撃の選手、近くにいる選手をやっぱ助けるためにも、おとりになるフリーランも大事ですし、助けになるためにはもういくらでもやっぱ走るので、それが一つのプレー、他の選手に、サポートというか、助けになればと思うので、それは90分間、僕以外でも走れる選手がいっぱいいるので、それ一人一人が、みんなで助け合ってやるべきことをやれば、今日みたいな結果が毎試合毎試合出ると思うので、犠牲心を持って、これからも残り1試合やっていきたいなと思います。今後も期待しています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。